はい、アホなものを消化していこう。おお。うわあ。お前400万ぐらい。いやだー。90万っす。騙されてんだよ。90万ですこれ。侵害です。まあここはなんか垣根を越えた、その事務所の垣根を越えた YouTube チャンネルみたいなことを聞いてるんですよ。初めてやね、江口くんね。そうなんですよ。ジュニアの初めてやね。僕嬉しいんですよ。めちゃくちゃ忙しいんでしょ。そんなことない。忙しい会の長やもんな。いや忙しい会っていうのまず初めて聞きましたけど。何を差し置いてもやっぱり、うん、小野坂雅也さんといつか番組をやってみたいなと。事務所にはそれ言うなって言われてるんでしょ。言われてないですよ。小野坂さんのファンでございますっていうふうに書いたら消されたら消されてないです。消されてないです。AT1 さん消されてない。そんな力働いてないです。確かにちょっとね、はい、敵対してた時ありました。敵対してた時があると。 AT1 と一回も聞いたことないですよそんな話。そうか、そうですよ。高校生の僕は、うんうん、小野坂雅也さんのラジオ番組を聞いて、うん、アニメ、漫画、ラジオ面白いな、この世界に足を踏み込んでみたい、うん、あ、そこから僕の人生がスタートしたわけですから。その割にうちの事務所来えへんかったよね。いやいやいや、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。AT1 かうちか選ぶ瞬間あったでしょ。いや、その時ね、まあもういろいろあったよね。マジで聞いてますよ。聞いてます。声優プレイ。さあ、何やんですか。そうなんですよ、うん、それぞれですね、うん、お宝をちょっと今日は聞いてます。はい、はい、ちょっと持ってきてるんですけど、あ、なんか手紙がちょっといただいてるんですよ。すごいわざとらしい。そうなんです、うん、ちょっと気持ちを込めて読んで。気持ちを込めて。パンパン、初見でですか。パンパン、BGM が聞こえてきた。小野坂雅也様、江口拓也様、この度は声優プレイにご出演いただき誠にありがとうございます。お二人の周囲を勝手に取材しましたところ、ある共通点を見つけました。それはうるさいです。ありがとうございます。集中できないんで、はい、高額なのに変なもの買いがち。プンプン。ごめんごめんごめん。ちゃんとやろうちゃんとやろう。ごめんごめん。みんなちょっとイラッとしてるから。そんなことはないですよ。一般人があまり興味を示さないものでも、うん、お二人にとってはお宝という変なものを多数お持ちだと。変なものってどういうことやねん。そうだぞ、うん、ということで今回は噂のお宝と題し、うん、これまでに購入したアホなものを。アホなものって言うな。お持ち寄りいただければと思います。俺にとっては意味のあるものなんだ。この時間が素敵なものになるよう祈っております。声優プレイマスター、声優プレイ。アホなものを持ってこいと。ひどい。ちょっとわからないんですよ、ね、ひどい。僕らは欲しくて買ってるのに、はい、それを旗から見てアホなものって言われるなんて。そうですよ、侵害です。よし、じゃあ今日はアホなものを消化していこう、はい、おじゃあ、はい、まず1個目は。1個目、何持ってきてくださるんだろう。小野坂さん、お洋服。あ、僕はあのもう洋服が好きで、はい、やっぱあの衣装として買うじゃないですか。買いますね。で洋服屋さんに行って買うねんけど、はいはい、景気が悪くなると、うん、地味な服しか作らなくなるんですって。ああ、なるほど。売れる服を作ると。そう、こんなもん俺汚いわっていうことが何年も続いてから。なるほど。もうこれ森坂さんも自分で作るしかお洋服そのないですって言われて。ついてるな。森坂さんの理想の服ってどんなんですかって言ったら、はい、ワニかヘビがこっからギュッて出ててでずらーって体を巻いてバンってやる革ジャンや。それならギリギリできます。できるんかい。できるんかい、そんな服。と言って作ってもらった、ライダースジャケット。ま、ライダースジャケット、はい、まあ、やっぱりあのいろんな問題で、はい、ワニの皮っていうのは、はい、なかなか使いづらいんで、はい、そちらには見せられないんですけど、はい、
国際希少野生生物植物種登録表ですね、はい、ちゃんと届け出は出してるよ。そういうことなんです。だから合法ですっていう話は江口くんにだけは分かっていてほしい。そうですね、これはもうしっかりとした、はい、あの興奮年月までね、はい、この人がちゃんとあるの で、 そうです、ね、なので僕はこれは成立してるんです。堂々と、はいはい、じゃあ見せますね。どんな部分なんだろう。ちょっと後ろ向いといて、ちょっと後ろ向いといて、楽しみ。どんな部分を使ってるのかも全く想像できないですね。もういいよ。はい。うわー肩にいる本物ですか。ワニが、はい、横から肩に向けてバッて来て、はい、そのワニの口を、はい、口輪をしてる感じで、はい、1匹全部使って で上がってきたのがこれです。すげえ。いやなんか僕もっとこう普段着れないものなのかなって思ってたんですけど、あちゃんとできてるでしょ。案外こうだって僕これで何回も電車乗ってますから。ちょっと触っていいですか。どうぞどうぞ。うわも足も手もこうやってこうこうねやってるっていう。このワニ口はもうワニで作ってるんだよ。本当だ、ワニの口はワニで作ってるんだよ。いやこれはもう誰がどう見てもアホですね。これはこれの前にだからこっからワニが出てる服が欲しいんやって言って神谷くんに言った時に、はい、ほんまにアホですねって言っててでしばらく経ってから出来上がってこれを何にも言わずに着ていったら、はい、あーって言う。今どんどんワニの皮は使えなくなってきてるんですよ。そうですよね。昔だったらこれぐらいだったら120万ぐらいで買えたんですけど、120万今黒子ってもう買えないのよ。そうですね、もう脳を出されてますからね。普通のこんなジャケットで黒子ついてたらもう400万ぐらい。いやだー。こんな多分表現はもう他ではできないです ね。これもっと世界が知るべきですよ。こんなこんな人間いるぞっていう。僕もちょっと洋服なんですけど、うん、この服ですね。お、ああムートンね、はい、はい、めちゃくちゃでかいです。ちょっと着てみて。いいっすか。手がえねえこれ江口くん90万っす。騙されてんだよ。90万ですこれ。でこれあのこのコロナ禍で、うん、最近の話なの。そうなんです。最近買ったのこれ。もう家にいる時間が多くて、うん、ちょっと買い物をしたいなと。あ洋服最近買ってないなと思って、ね、全然こう今まで自分が手を出してこなかった、うん、通販どんなもんなんだろう。僕手出さないようにしてたんですよ。やっぱり店舗に足を運んで。そりゃそうよ。だって江口くんの体でもしっていうことあったらさ、もう取り返しつかないもんね。取り返しがつかないぐらいやっぱりちょっともう腕とか、ね、異常だもんね背の高さが。そうなんですよ。異常人間だもんね。異常人間なんですよ。この洋服買いたいっていう気持ちをどこかでぶつけたい、うん、よし通販やと思って通販行ったら、うんうん、もう見たことのない服がバーン。わかります。もうすごい世の中にはこんなに洋服あるんだ。割と理想的なものあったりしますよね。そうなんです。で、うん、そこで見つけたんですよ、うん、形かわいい、うん、値段はえ90万円90万円これ90万円が、うんうん、なんと今なら 70% オフと思って。90万円が 70% オフなることあるのと思って。これ12万ぐらいのやつよ。いやこれはでもやっぱり江口くんこれ見て、ちょっとこれ見て、ここ見て、ここほら本当だ。あのね高い毛皮ってこんな縫製しないの。ここ見て、こんなこ、いやこんなことないからね。高級毛皮おしゃれですよね。これが 70% 違う全体。あと何この形。ちょっと待って。いやそうなんですよ、こうしてこうなんです。いやバカにされてんでこれ。やっぱりこれだ、割烹着やんこれ。いややっぱり最近こういう感じ流行ってるじゃないですか。割烹着、嘘やろ。
ガウンやん。おもろい。声優プレイ、こういうものもいくつも買っちゃうんです。いやでもこういう失敗しなあかんよね。いやそうですね、うん、いや僕も勉強になりました。やっぱりこう見て買わないとなっていう。俺もそれ系の失敗何個かあるもん、はい、え、小野坂さんでもやっぱり失敗はされるんですか。あるよ。こんな時にしか持ってこられへんような失敗の服もいっぱいあります、ね、僕もまだまだ失敗コーナーで持ってこれるものいっぱいありますけども長く続きそうですね、はい、はい、今回はここまで。こっち見ていいよ。はい。スーツ195万円お前死ぬぞ。エンチ君って噂にたがわずアホやな。なんだと思います。いや、ヘッドホン。ノー、びっくりした。うわー、これすごー。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。